この事件はアメリカのヒップホップがどういうところから出てきて、どういうカルチャーでどういう歴史をたどってここまで来たかっていうのをですね、象徴しているような事件だと思ってるので、はい、ヒップホップ&ザカルチャーをご覧の皆様、 DJ フォーデニケイです。今日はですね、先週ちょうど起きたジョージ・フロイド事件、それからその後ですね、アメリカ全土での暴動に発展していった流れなどをですね、アメリカに10年住んだ私 DJ フォーデニケイの視点からですね、解説していきたいと思います。そして動画の後半ではですね、ゲストスピーカーにニューヨークにずっと住んでいた DJ KW、 それからですね、現在もニューヨークのクイーンズに、在住しているソータニューヨークのオーナーソータ君、この二人をですね、ゲストスピーカーに招いて Zoom での、対談トークとなっております。でですね、 KW もね、いろいろこう情報を持ってるし、ソータ君は今ニューヨークに住んでて、ソータ君の目から見た現状とかをね、伝えてもらおうと思ってるので、ぜひぜひ最後まで動画を見ていただければと思います。はい、現在ですね、2020年5月31日、今現在もですね、アメリカ全土でプロテストと暴動っていうのが続いています。でですね、プロテストと暴動っていうのは違うんですけど、まあ、プロテストって何って思うと思うんですけど、プロテストっていうのは、まあ、抗議活動だったりとか、日本でいうところのデモみたいな感じのことをプロテストっていうんですね。なので、プロテストと暴動っていうのは、まあ、まずこれ分けて考えなければならない。まあ、違うものだと。ただ、プロテストの延長で、それが暴動になっていったっていうような感じですね。すべての始まりは2020年5月25日、アフリカ系アメリカ人のジョージ・フロイドさんが、アメリカのミネソタ州で警官による暴力で殺されてしまった事件がきっかけです。映像で見た人も多いと思うんですけど、ジョージ・フロイドさんがうつ伏せにされて、でその上に警官が乗っかって、まあ、膝を乗っけて、彼の首に膝を乗っけて、まあ書類によると8分46秒膝を乗っけ続けて、でそのまま、息ができなくてお亡くなりになってしまいました。最初はコンビニみたいなところで彼が買い物をした時に使った20ドル札が偽札なんじゃないかと、ということで、そのお店の人が警察を呼んで、警察が到着して、ジョージ・フロイドさんと話を始めるところからスタートします。その後ですね、どういう経緯になったか、まあその20ドル札がどうだったかっていう経緯まではその事件の経緯は終えてないんですけど、まあ最終的にはその場ではレジステッドアレスト、つまりですね、まあ日本でいうとこの公務執行妨害、とにかく逆らったから捕まえるっていうようなみたいな形で捕まえたっぽいですね。でその時に先ほど言った、まあ、膝をですね、首に乗せてずっと乗せ続けて、8分46秒乗せ続けて、でお亡くなりになってしまいました。この警官による殺人事件をきっかけに、アフリカ系を中心に市民に一気に火がついて、その後数日間でですね、瞬く間に暴動に、発展していったっていうような流れです。でですね、こちらのヒップホップ&ザカルチャーでこのニュースを取り扱おうと思ったのは、やっぱりまあ今僕が発信しているコンテンツ的に、先日の映画紹介でも言ったんですけど、まあそういったマイノリティだったり、まあブラックカルチャーっていうのを解説しているので、こういった事件っていうのはね、ちょっとコンテンツ的にさすがに避けては通れないかなっていうところもあります。でですね、この人ですね、数年前にミネソタ州に引っ越してきたらしいんですけど、もともとはヒューストン出身で、もともと若い時は DJ スクリューがやってたヒップホップグループ、スクリューアップクリックのメンバーで一緒に音楽もやっていたみたいです。ここまではですね、比較的誰でも知っているというか、まあ調べれば出てくるニュースではあるとは思うんですけど、基礎知識としてやっぱり日本に住んでいて、まあアメリカに行ったことない人とかだと、この事件の本質っていうのをなかなか理解しがたいっていう部分もあると思うので、そこら辺をですね、僕の方で今から解説していきたいと思います。まずはじめにですね、この事件単体では見れないということですね。つまりですね、まあこういったことっていうのは、僕がアメリカに10年間住んでて結構まあたまに起きるというか、まあ警官による暴力でまあマイノリティの人たちが犠牲になってしまうっていうのは結構まあ街の中でもよくあるし、まあ今に始まったことではないんですね。なので以前ストレートアウタコンプトンの解説動画でもそういったことに触れたんですけど、まあいわゆるマイノリティとかフットのコミュニティに生きてると、ほぼ何もしてないのにかなりまあ些細なことで、まあ警官と揉めて捕まってしまうとか、その際に暴力を受けてしまうっていうのはですね、まあ何十年もこう繰り返されてきた歴史の中で、警察対民衆という形でまあ何十年もですね、社会問題として常にまあ存在しているものなんですね。
僕はずっとニューヨークに住んでて DJ の友達とかとインスタグラムでつながってるんですけど、その DJ の一人がですね、まあ、ブルックリンのブラウンビルズっていう場所に住んでるんですけど、彼がですね自分のフットで、警察とのファイト、警察と結構やり合って揉めてるのをインスタのストーリーによく最近数週間前からアップしてたんですね。で、そのメッセージ打って DM 打って大丈夫なのみたいな話もしてたんですけど、要するにこういったフット、マイノリティの人たちが生きているようなフットのコミュニティでは警察とのいざこざやファイトっていうのはもうこれは毎日起きてることなんですね。で、以前ももちろんそういったことはずっとあったけれども、それが今回のコロナや、みんなのイライラっていうのが溜まっていったことによって激化して、そこにですね今回のジョージ・フロイド事件でとどめを刺して一気に暴動と化してしまったっていうような流れだとは思います。でですね、日本の方からすると単純にこの一個のピースでしか捉えられない人もいると思うんですよね。単純に黒人の人が白人の警官の人にこう暴力振るわれて黒人の人たち怒ってるみたいな、シンプルにしか捉えられないとは思うんですけど、実際にはそこまで話はシンプルではないというか、そこには階級社会であるアメリカで人種や所得、それをですね地域によって分断するという深い歴史がそこにはあるわけです。そしてこういった事件も、僕たちアメリカに住んでると結構たまに起きることなんですけど、事件になってない事件などを含めるとですね、かなり、毎日起きているっていう風に認識して、要は一回その単発でじゃなくて、そういったずっとこういったことが繰り返されてきた中、歴史があって、その中で今回のコロナのイライラと重なって一気に火がついた、ジョージ・フロイドの事件をきっかけ、引き金となって火がついたっていうようなイメージをしてもらえればと思います。で、今回はですね結構シンプルに説明してみたつもりではあるんですけど、やっぱり僕が YouTube で発信している情報発信的にちょっと今回の事件っていうのは目をつぶって避けて無視して通ることはできないなっていう風に感じたのでですね、すぐに動画を制作して公開しようと思いました。でですね、この事件はアメリカのヒップホップがどういうところから出てきて、どういうカルチャーでどういう歴史をたどってここまで来たかっていうのをですね象徴しているような事件だと思ってるので、ぜひぜひ皆さんもね少し興味を持ってこの事件を見ていただけると、幸いだなと思います。それからですね、僕のニューヨークに住んでる友達、アトランタの友達、それから全米全土にいる日本人の皆さんもですね、もちろん日本人以外も、皆さんの無事をですね心から祈っています。ということでですね、ここからは、Zoom でのトークとなります。一人目のゲストは DJKW、 行ってみましょう。はい、それではですね、ここからはですね Zoom トークになります。一人目のゲストはですね DJKW is in the building。 よろしくお願いします。お疲れです。DJKW はですね、もちろん俺なんかより全然有名でみんな知ってると思うんですけど、DJ として活躍してるのはね、もちろんのこと、レップのラジオで、木曜日、番組を持ってたりとか、自身の B サイドニュースでですね、アメリカのヒップホップ情報だったりっていうのを発信してて、で、あとブロック FM とかにもね、ライターとして、そうですね、ブロックはライターと、ちょっと番組手伝ったりとか、いろいろやらせてということでですね、今回のね、ゲストトークには最適ということでね、お呼びしました。今回の件、どうですか？多分ヒップホップサイドの情報とかは結構KWにも少し、SNS とか見てる限りはやっぱりね、DJ だし、ヒップホップやってる人間としてそういうアカウントをフォローしてることの方が多いですけど、やっぱりいろんな人が声を上げ始めてて、で、その最初のジョージ・フロイドの事件の時、それだけの時はニーリングって言って、膝を立ててその窒息死っていうことになったんですけど、それも元ね、アメリカンフットボール NFL の選手のコリン・キャパニックのそのニーリングとシンクロさせて、みんながこうね抗議する画像とかにも使われたとは思うんですけど、今いろんな媒体とかも声明出してますけど、ナイキだったりアリダスとかも出してるし、スポーツブランドで言えば人種を超えてなんかその抗議活動が行われてるなっていうのはちょっと印象的な感じですね。今までにもそのフォード君解説したかもしれないですけど、いろんな黒人がね無駄にというか無意味に、殺人殺されてしまったって事件はもう本当にいくらでも大中小あるんだけど、なんかその中でも今回のはなんか全てのものが集約された
反対の声みたいなイメージがちょっと強いですね。だから本当人種間飛び越えてるなっていう感じで。なるほどね。まあ本当ちょっと今回ね、この間ジョギング中の黒人が白人親子に撃たれたっていう事件がちょっと前に、まあ2月だったのが、ついこの間、70何日ぶりかにその浮き彫りになったっていうのがあったりとか。それはあれニュースになってなかったの？なってなかったんですよね。ああ、なるほど。まあ何ヶ月かで、まあその直前っていうか、まあジョージ・フロイドさんの事件の直前はセントラルパークで犬の散歩をしてる白人がね、黒人男性に向かって警察を呼ぶみたいなのとかもあって、本当にそういうなんか種火がいろんなところにあった中で本当に一番最悪なああいう事件が起きちゃったんで、まあより強烈なインパクトにはなったんじゃないかなっていう感じですね。で、まあ映像を見る限り全くこう抵抗してなかった被害者の人に向かって、まあ、ああいう行為に出たっていうところですよね。まあ、問題はだから本当に不当だろうっていう、まあ、不当な職務質問だったかもしれないし、ああいう暴力も本当に不当だし、まあ、捕まった警察官以外にもあと3人くらいいるんでしたっけ、確か。まあ、傍観してた人たちに対しては何の今処罰も下ってないみたいな段階だと思うんですよね、まだ6月1日の今では。あれだけ黒人のそのジョージ・フロイドさんがもう呼吸ができない、やめてくれっていう風に悲痛な叫びを上げてるのに、ああいうやっぱりもうすぐそばでただ単に見るだけっていう、もうなんだろうな、まあ本当に理解に苦しむ感情ですよね、ああいう警察の対応っていうのは。あとね、これは俺がアメリカに住んでた時にね、白人の友達にそういうね、マイノリティ、ブラックラテンだと何もしなくても警察は捕まえたり殺したりするだろうってことをね、なんかその世間話の中で言った時に、それは映画の見過ぎだと、まあ、お前なんてヒップホップやってるからどうせなんか そっち側だろうというか、わかる、なんかその映画の見過ぎだみたいに言われたんだけど、何もしないで捕まるわけないみたいなね。ただね、俺多分ね、その警官自体が全員がそう、全部のユニットがねそうだっていう、っていうよりもやっぱりそういう一部のユニットというか、そのなんていうの、わかる、警官の中でも悪が集まったユニットみたいなのがやっぱりあると思うんだよね。あと場所どこだったかな、多分ニューヨークのどこかなんですけど、今日見た映像だとね、さっきちょっと最初に喋りましたけど、そのコリン・キャパニックのニーリングと、まあ要は警官のやったその膝を立てて窒息死させたっていうのをかけてって言っても、かけていい意味でかけてるわけじゃないんだけど、街のど真ん中でね、その集団でこうやってみんなが動いてる中で抗議活動をしてるところで、まあ何バリケードじゃないけど、働きに行った警官たちが膝をついて一緒にこう、まあ抗議の姿勢をね、人たちは声上げることおそらくできないんで、動画は流れてましたね。なるほど、それ警官がってこと、警官がやってましたね。なるほどね。まあ、そこからはありがとうと、まあそうやって分かってくれるやつもいるんだって。だから本当にまあ、日本人の人とか、まあその現地にいない人たちで勘違いしてほしくないのは、今フォード君が言ったように、全員が全員警官がそういう不当な逮捕とか本当に悪い仕事の仕方をしてるわけじゃなくて、本当にまあその中にもああいう最低な人間もいるし、まあ、本当にプライドを持って働いてくれてる方もいるし、まあ、警官の中にももちろん黒人もいますし。そうだね、そうだね、いっぱいいるよ。まあ一旦ちょっとそのいろいろ考えて、これからねこの映像を見て調べるとか興味持った方にも、まあ一旦そこは先に知っといていただきたいな。そう、俺ね結構ねコロナとかさ、なんかさ、あんまり自治ネタ追っかけない派なのよ。どちらかっていうと普遍的な方を掘りたい派なのね、こういう YouTube とかでも。でもね、ちょっとこれはね、はい、俺たちみたいな人間、だからアメリカに住んでたとか、まあ今もう一人のねゲストはアメリカに今住んでるし、がちょっと声を上げてその背景を説明しないと、なかなかそのさっきも最初に言ったけどさ、そのそれ一つでは捉えられないような事件だから、まあちょっとこれまあ熱く語るみたいな感じになっちゃってるけど、この問題を解決できるのはおそらくヒップホップだけだよ。JG だったり、まあ、ヒップホップの連中しかこの問題をおそらく解決できない。だからヒップホップの連中しか解決できない問題がよ、今世界の一番中心で起きてる。だからそういったところで、まあ、こういった動画をね、まあ、作成して、行こうと思ったんですね。いやまあ実際タイミング的には絶対やらないといかんですね、やっぱこれはね。そうですね。まあ、あとだから日本のね、そのね、どの程度扱われてるかっていうのはちょっと分かんないですけど、まあその背景がもちろんあるし、その前半の解説動画を見ていただいても分かることもあると思うんですけども、まあ本当に一つのことの背景にはいろんなことがあると同時に、
まあこれに関しては正義不正義っていうのも明らかなんだけど、発端はね、発端は明らかなんですけど、まあ、本当でもいろんな意見を聞いて、まあ、例えば別に僕が今、ここでコメントしたこととかも、あの反対側から見たらいやそうじゃないっていう意見もあると思うんで、まあ、なんかできればね両局面からこう意見を自分の中で持ってほしいなっていうふうには思いますね、この事件をこれから知っていく人に関しては。そしたらね、じゃあまあそんな感じでね、まあ今日はあの KWB に来てもらいました。今ですね6月1日、2020年の6月1日現在ですね。で昨日はね、ソータ君との動画5月31日に撮って、でまあそのねここ3日間で動いた部分があって、またこの動画ってさ、ほら YouTube だから、また今後もねどんどん動いていくとは思うんですけど、そのニュースとかはね、まあ俺はどのぐらい追っかけられるかわかんないけど、動画で、ただほら KWB とかさ B サイドやってるし、そういったところでもねおそらく触れていくと、まあ、できるだけやっぱりまあ少なからずは伝えていきたいなと、まあ SNS の方でもそうですけど、まあ少なからずは使えていきたいなと思うんで、わかりました、まあ、いろんなところをチェックしていただければと思います。 OK です、わかりました。じゃあ皆さんチェックしてください。 KWB の情報をね、まあ日本でもかなりあの信用できる方の情報だし、まあリアルタイムの情報なので、ぜひぜひ B サイドニュースもですね、レップのラジオもチェックして、そしてですねこちらのヒップホップ&カルチャーもぜひよろしくお願いします。ということで KWB 今日はありがとうございました。ありがとうございました。また近々お疲れ様です。はい、お疲れ様です。はい、ということで今ですね、起こってることについてですね、ちょっとニューヨークから生の声を語ってもらおうと思って、もう一人ゲストを呼んでます。いつもねこの YouTube には結構登場してくれてるソータニューヨーク、横浜のショップソータニューヨークさんのオーナーソータくんです。よろしくお願いします。よろしくです。ソータくんはニューヨークのクイーンズっていうことでね、はい、はい、そうです。で、まあちょっと今こういう解説動画を作ったんだけど、うん、はい、ちょっとこの件に関してはやっぱり俺たちみたいな人間が、はい、まあ、発信しないとなかなかね、他に誰がやるっていうような感じだから、ちょっとすぐ動画を撮りたいなと思って、 で、はい、今の状況をちょっとソータ君の見たあの街とか教えてほしい、はい、いや本当今さっき行ってきたんですけど、双方に、まあ、ちょっと僕も日本人の人にちょっと知ってもらいたいので、いろいろちょっと状況とかを、まあ、動画とか、まあ、ちょっと写真とか少ししか撮れなかったんですけど、うんうん、まあ、本当今行ってきて、まあ、ちょうど夜中の12時ぐらいだったんですよ、あのマンハッタン双方の方に着いたのが、うん、電車で降りて、うん、でしょ、もうまず降りたらあのアディダスショップがあるんですけど、でかい、うん、双方の一番でかいところ、うん、もうそこがもうめちゃめちゃでしたね。ガラス割られて、もうみんなもう取った後でも警察がもうそこのもう付近にはもう勝ちもう行けない状態で、うんうんうん、だからもうガラス割られて、もうなんか強盗されて全部取られたってことですか。そうですね。でもうその道路にはもうハンガーとかもういろんなもう散らばってた感じで、もうやべえな、こんななっちゃってんのみたいな。でそれでその後ちょっとまあそこ付近のとか歩いたら、まあそこの付近にまたスニーカー屋がまああるんですけど、そこのスニーカー屋ももう割られてて全部。なるほどね。でもちょうど俺が行ったら、あの中に俺動画撮ってたんですけど、うん、もう暗くて何も分かったんですよ。全部ガラス割られてて、もう真っ暗で、いきなりそしたら、あの、若い子2人がガーンって出てきて、うん、商品取って。で、なんか、ちょっとね、解説もしたいなと思ってたんだけど、なんか、要は日本人の人から見たときに、はい、おそらくこの、なんていうの、単体でしか見れないと思うんだよね。今ニュース入ってきたものに対してね、はい、ただ、はい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 、この警官対そのまあアフリカンアメリカンっていうのはすごくその問題っていうのはもう何十年もずっと続いてきて、もう俺たちがアメリカに行ったら、ね、もう言い方悪いけど普通のなんていうの、そういう行われてることの一つで、はい、でタイミングでこういったそのコロナだったり自粛だったりとかでそういうフラストレーションと重なってっていうので、周りのアフリカの友達、はい、まあ、奥さんとかは何て言ってる？もうとりあえずもうアメリカから出たいって言ってますね。もう限界だって言ってますね。それはアフリカに行くってこと？はい、いやそれ日本に行きたいって言って。奥さんの場合はね、まあ、とりあえずもうアメリカもうこんな国からも出たいと。なるほどね、うん、さっさと出たいと。アフリカに行く人もやっぱいるよね。なんかあのさ、なんですかね、ナスとさ、あの DMX のさ、うん、ベリーっていうのを知ってる？はい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 、はい、あれでさ、なんかナスがちょっと先に改心した時にさ、あの、はい、彼女にさ、いやもうアメリカを出てアフリカに
で暮らそうみたいなこと言ってるけどさ、なそういう人もやっぱいるよね。やっぱもともとほらアフリカ系っていうのは、まあアメリカで生まれてる人も結局最初はアフリカから来てるわけだから、まあまあもうそのルーツはそうですもんね。そうだからまあ正直に言うと、まあこうなんていうの、まあ俺たちまあヒップホップとかさそういうのが好きで、そういうカルチャーに結構どっぷり使って、もちろんねアフリカの友達も多いし、あとは、スパニッシュ系の友達とかも多いけど、うん、やっぱりなんかその人たちにしかわからないなんていうの、そうですね、部分っていうのはあるのかなと、はい、うん、まあ俺と、はいはい、俺らは多分さ日本人の中でもかなりその気持ちがわかる方ではあるとは思うよ。ああ、まあ僕も言われましたがね、あなたにはその気持ちはわからないと、うん、ほらよくふっとのナレッジとしてフットで育つとさ、よく言うのがさ、走っちゃいけないっていうか、うーん、要は走ってると逃げてると思われてなんかこう、はいはいはい、かけられて捕まるからっていう、はい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 、そういうのとかもあるから。でも全米でこういう感じなんだよ、ね、全米で。そう、今はロサンゼルス、シカゴ、アトランタか。そうだね、アトランタが今すごいですね、うん、アトランタ荒れてますね。そう、これもあのまた予備知識みたいになっちゃうんだけど、だ要するにアトランタってもうアトランタも黒人の街なの、うん、多分キング牧師かなんかの、うん、アトランタってゆかりの地で、うん、多分黒人色が強いんだよアトランタって、うん、そうだからやっぱりそういう部分であのレノックスモールっていうすごくなんていうの、もう本当にね、なんだろう、だからレノックスモールってどういうところかっていうと表参道ヒルズみたいなところなの、アトランタのねあのショッピングモールなんだけど、本当にレノックスモールって表参道ヒルズみたいなところなのね。それ昨日襲われてたとこですか。そう、昨日襲われてたとこ。考えられないでしょ、だって表参道ヒルズにガーって人来てさ、ビトンのショーケース割っちゃうみたいな。そうですよ、ね、そんなことってもう日本じゃやっぱ考えられないから。考えられないですよね。そう、やっぱり考えられないようなこと起きてるし、あとは俺も10年間アメリカに住んでたけど、はい、やっぱり俺の住んでた10年ではやっぱり、はい、まあ運良くといったらあれだけど不謹慎だけどなかったから、うん、もうチャリンコ乗ってもとりあえず、ね、盗めるとこを探してる子たちが本当めちゃめちゃ多かったっすよ、うん、もうあの本当見たことない光景でしたね今までで、ね、本当ちょっと正直怖かったっすよ歩いてて、うんうんうん、なんか本当不気味でしたね。なんかこんな世界になっちゃうのみたいな。じゃあまあまあ蒼太くんもそうだし、まあ、ニューヨークのみんなにね、まあ、気をつけてくださいしかちょっと俺の方からはなかなか言えないんですけど、ね、またちょっとなんか、ね、はい、大きい事件があって、まあ、これを日本に伝えるかなと思ったらまたちょっと動画協力してもらえたらなって感じです、ね、はい、まあ、ちょっと今の現状をなるべく伝えます。OK です。じゃあ今日は佐藤君ありがとうございました。はい、ありがとうございます。お疲れ。じゃあね。ありがとうございます。はい。はい。